ハイブリッドカープラグインハイブリッドカー電気自動車プラグインハイブリッドカー世界初の量産型プラグインハイブリッドカー BYDF3DMEV 走行時の最大航続距離約 96km ル、シボ,レーボルト EV 走行時の最大航続距離約 64km プリウス PHVEV 走行時の最大航続距離約 23.4km ヒュンダイソナタフェブ EV 走行時の最大航続距離約 44.0km、ボルボ XC90。EV 走行時の最大航続距離約 35.0km、福田汽車 BJ6160 シェーブカ -3、プラグインハイブリッド連接バスプラグインハイブリッドカーは、コンセントから差し込みプラグを用いて、直接バッテリーに充電できるハイブリッド車であり、PHV、または、 フェブと略されるプラグインハイブリッド式輸送機器の一種。プラグインとは電化製品と同様に家庭用電源からプラグを利用して直接電力を供給し充電できるものでプラグインハイブリッドカーは非プラグインハイブリッドカーに比べ電池を多く搭載しているため電気のみでより長距離を走行できる。給油のみで稼働する内燃機関車の利便性を残しながら 電気自動車により近いタイプのハイブリッドカーである。電気で走行するメリットは、エネルギー効率が、ガソリン車の数倍高く燃費が圧倒的に良い、走行中に CO2 や NOX の排出がない、ゼロエミッション車である、等だが、車格が同程度の内燃車に比べると、航続距離が短く、充電にも時間がかかる。逆に、 内燃機関で発電して一部を電動化した非プラグインのハイブリッドカーでは電池を内燃機関の補助と割り切っており一般的なガソリン車に近い性質の自動車であった双方の利点を取り込むため従来のハイブリッド車に比べ多くのバッテリーと内燃機関の両方を積むことによってエネルギー効率と給油速度を両立させたのがプラグインハイブリッドカーである 外部電源からバッテリーに充電し、短距離であればモーターのみで、電気自動車として走行できる。バッテリー残量の不足時には、非プラグインのハイブリッドカード用エンジンを用いて走行し、排気が発生するため、ゼロエミッション車には含まれない。海外では2008年に中国で政府機関向けに発売された、非安住義車のプラグインハイブリッドカー F3DM が、 世界初の量産型 PHV となった。F3DM の充電電池容量は 20kW で、あり、最長60マイルを電池のみで走行可能である。したがって、片道 40km 程度の移動距離で、冷暖房を使わず渋滞にも巻き込まれなければ、ガソリンを使わずに往復できる。 F3DM の価格は149,800元と中国における一般的なガソリン車の2倍以上もするため販売台数は2010年12月時点で500台未満に過ぎない。ゼネラルモーターズは2010年12月よりシボレーボルトを北米市場に投入し2011年10月までに5,329台を販売している。また、 アメリカの新興自動車メーカーフィスカーは2011年11月より10万ドルを超える高級フィースポーツカー、カルマの一般顧客向け販売を開始した。日本では2017年度に435万台の新車乗用車が販売され、そのうち約3.4万台がフェブであった。レーシングカーでは2022年以降の WRC のラリー1規定において、 プラグインハイブリッドが導入される。SS と SS の間となるリエゾンにおいて、一切エンジンを使用せず、モーターのみで走行することが義務付けられる。http://jafmate.jp:/echo/.20081225725php-http://motartrend.com グラムセプテンバー -2011 セールス、クライム -20% オンバックオブ、シボレークルーズトラックセールス -122569HTML ファット EV、PHV 普及の現状について、国土交通省、2020年9月12日閲覧。 http://www.businesweek.com コロンススララッッシシュュスラッシュマガジンスラッシュコンテントスラッシュ0803 b4 兆670億6436万 7712htm-http コロンスラッシュスラッシュ www.toyota.co.jp スラッシュ jp スラッシュ news スラッシュ08スラッシュヤンスラッシュ NT 080102html-http コロンスラッシュスラッシュ www.businesweek.com スラッシュ GLOBALBIZ スラッシュコンテントスラッシュ DEC2008 スラッシュ GB20081215913780htmhathttp コロンスラッシュスラッシュ www.assahi.com スラッシュエコスラッシュ ECOCAR ec スラッシュ NGY200906030019 ドット htmlhathttp コロンスラッシュスラッシュ w www.ecool.jp スラッシュプレススラッシュ2009スラッシュ11スラッシュ post-405.html http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ2630009スラッシュ4445854燃費性能日産リーフに軍配 GM ボルト上回る http コロンスラッシュスラッシュ jp.ibtimes.com スラッシュアーティクルスラッシュ biznews スラッシュ091121スラッシュ 44878.html、ハット http www. 読売 COJP、あともに、マニューズ、2 0イ9万1トティレイレイ三七六 h t m ハット、日の自動車、 プラグインハイブリッドバスを開発外部、給電機能オフで災害時には避難所等への電力供給が可能マイナス。日野自動車。2019年3月27日閲覧。ドイツから日本へプラグインハイブリッド車が相次いで発売。 It i t m e d i a h t t p w w w i t m e d i a c o j p j s m a r t j a p a n a r t i c l e s 1 5 0 9 1 1 n e w s 0 3 2 h t m l 2 0 1 5年9月27日閲覧。ボルボ XC90 新型、phv モデル、日本初導入。 電動化しても7人乗り変わらず引く。レスポンス2017年1月27日。2017年、ニューヨークオートショーで、クラリティプラグ、インハイブリッドと、クラリティエレクトリックを、世界初公開。ホンダ技研工業。2020年4月13日閲覧。東京モーターショー2017、ホンダや里社長が4輪の、クラリティフェブ、2輪の、 PCX ハイブリッド2018年発売を告知。カーウォッチ2020年4月13日閲覧。新型プラグインハイブリッドモデルクラリティフェブを発売。ホンダ技研工業2020年4月13日閲覧。フェラーリ発の PHV スーパーカー SF90 ストラダーレ発表。1000馬力。 最高速時速 340km レスポンス2019年5月30日。ありがとうございます。